私はその音楽 の, その雰囲気、やっぱりウィーンの独特の雰囲気があるので、そういうのを感じ取りながらその自分の演奏にも生かしていけたらいいなと思っています。将来僕はアメリカのディズニーランドで働きたいので、そのディズニーアメリカで働くにはもちろん英語ができなきゃダメなので、ちゃんと英語ができるように今のうちからちゃんと勉強したいと思っています。